本日もご視聴誠にありがとうございます。今日は京都駅に来ています。サンダーバード11号で金沢まで向かいます。本日は12両で運用されています。京都駅は東海道本線のほかに奈良線や山陰本線、また近鉄線や地下鉄線などが乗り入れるとても忙しい駅となっています。0番乗り場のすぐ近くには嵯峨野線のホームもあります。すぐお隣には関空特急はるかも発着をしています。早速0番乗り場には今回乗車をいたしますサンダーバード11号金沢駅が到着です。今回は12両編成で運用されており、とても迫力があります。今回は一番後ろ12号車に乗車をいたします。今回後ろ寄りの3両10、11、12号車は681系が連結されています。681系は JR 西日本初めての特急列車となっており、最近では廃車も進んでいるためとても貴重な列車です。今回は681系で終点金沢まで向かいます。列車は京都山科駅間を走行中です。進行方向左側には有名な大文字山が見えてきました。列車は山科駅を通過いたします。列車はこれより先東海道本線を離れて湖西線を走行いたします。列車は間もなく長良山トンネルに入ります。このトンネルを抜けると滋賀県大津峡に着きます。それでは車内を紹介いたします。車内は大きな窓がついており、景色を存分に楽しむことができます。温かみのある心地の良い照明がついています。それでは座席を紹介いたします。683系や A シートと共通のリクライニングシートです。テーブルは標準的で前から取り出すタイプのものとなっています。この日は京都駅の駅弁屋さんでカニ飯を購入しました。とても美味しいのでおすすめです。テーブル下には雑誌などを入れておける網があります。肘置きはとても標準的なものとなっています。座席右横にはミニテーブルがついており、飲み物を置くことができます。シートピッチはそこそこ広くなっています。車両の一番前と一番後ろにはコンセントがついています。スマートフォンやパソコンを充電できるのはとてもありがたいです。カーテンは標準的な横引きのものとなっています。列車は滋賀県大津峡駅を通過いたします。サンダーバード号は在来線特急最速ということもあり、130キロ近い運転をしていました。列車は多くの乗り降りがある片田駅を通過いたします。それでは681系のデッキを紹介いたします。かつて営業していた自販機コーナーがついていました。また男性用トイレもついています。11号車のネットが赤色の理由をご存知の方はコメントいただけるとありがたいです。湖西線はその名の通り琵琶湖の西側を走行します。琵琶湖がよく見える路線です。普通列車などの折り返し駅、近江舞子駅を通過します。一部のサンダーバード号の停車駅、近江今津駅を通過いたします。この駅折り返しの列車も数多く設定されています。列車は近江塩津駅を通過いたします。この駅は湖西線と琵琶湖線の合流となる駅です。向かい側には下りの白崎号が通過していきました。列車は深坂トンネルを走行いたします。
列車は敦賀駅に到着をいたします。敦賀駅に北陸新幹線がやってくるのはもうすぐです。列車は福井県越前市の武生駅に到着をいたします。向かい側にはリニューアルのされていない681系がいました。昔ながらのサンダーバードのロゴも残るとても貴重な列車です。列車はメガネで有名な鯖江駅に到着です。北陸新幹線の高架が近づいてくると、まもなく列車は福井駅に到着です。列車は福井駅に到着をいたしました。この駅では九頭竜線が分岐しています。北陸本線の車窓からは何か目立ったものが見えるわけではありませんが、一直線に路線が伸びており、とても爽快感があります。列車はあわら温泉駅に到着です。あわら湯の町へはバスで移動することができます。列車は加賀温泉駅に到着です。加賀温泉付近は片山津温泉など有名な温泉地が続きます。列車は小松駅に到着をいたしました。小松といえば小松製作所や小松空港がとても有名です。小松駅を出ると終点の金沢まではもうすぐです。進行方向右側には北陸新幹線が見えてきました。この車両は白山総合車両所へ改装されているものと思われます。列車は終点の金沢駅に到着です。北陸本線はここまでとなっています。北陸新幹線、IR 石川鉄道線、北陸鉄道線やバスなどはこの駅でお乗り換えとなっています。683系、681系の幕回しはとても面白いです。スーパーライチョウ、ビジネスサンダーバード、琵琶湖エクスプレス、スーパーライチョウ信越サンダーバード、ホームライナー、おはようエクスプレス、そして回送となりました。ここまでの長らくのご視聴誠にありがとうございます。681系いかがでしたでしょうか。今回は681系の V11 編成、クハ681の205番台に乗車をいたしました。特急白鷺号や JR 東海管内のホームライナーとしては681系に乗車する機会はまだ多くあるかもしれませんが、サンダーバードとして681系が運用されるのは残り少ないです。ぜひこの機会に一度乗車してみてはいかがでしょうか。ちなみに先頭車は683系の悲観通顔でした。本日はご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。